どうも、千葉団です。今回は成田、銚子など千葉県北東部で活躍中の京成グループ、千葉交通の歴史編です。1908年、清掃電気軌道として設立。1911年、成田駅から相互駅間を全通させた。1916年、成田電気軌道と解消。1924年、京成電気軌道の傘下になり、1927年には、千葉県営鉄道の多古線及び八街線の払い下げを受け、営業を開始する。1937年、成田自動車を合併し、バス事業を開始。千葉交通のバスの歴史が始まる。しかし、戦時中の混乱で成田電気軌道、八街線、多古線が相次いで、休止、廃止となってしまった。そして、戦後は、成田バスとしてバス事業専門で再スタートした。1956年、千葉交通と解消し、成田地区から佐原、小見川地区、そして、銚子地区など勢力を拡大した。しかし、1970年代は千葉県内も、マイカー普及や過疎化で小湊、日東交通同様に千葉交通も路線バスの利用者が伸び悩んだ。しかし、成田空港に近い強みがあり、各都市との輸送で高速バス路線を拡大した。利用者の伸び悩みも見られるが、乗り換えなしのメリットは大きい。千葉交通の屋台骨として犬、防号、銚子東京線の存在も大きい。新しく横芝光朝日ルートも開設される。トネライナーも決め、細やかなルート設定で利便性を図っている。一方、路線バスは車庫や営業エリアの縮小やコミュニティバスへの委託。そして、銚子地区や境町地区の京成タクシー、成田委託の千葉港バスなどの経営効率化を図っている。京成グループの共通テーマである、成田空港の外国人観光客回復や地域の活性化が最大のテーマとなります。ご視聴ありがとうございました。